にゃんぱす、どうも皆さんこんばんは、まさしでございます。はい、皆さん、イベントの更新が来ましたね。シーズンが明けて、で、やっと来たよ、みんなこれ配布、これ、チャンスカード強化ということで、来ましたね。これ、ほなけ、これを使ったら、全部のキャラが、ま、なんか、育成されてないキャラクターたちが全部その100レベで、しかも、ブーストも2の状態で、スキルまで使えるということで、めちゃめちゃいいカード来たな。まあ、もちろんね、これ多分ほとんどの人が100レベとかなってないし、さ、これシャンクスとか接して、これ星5なんですけど、これ使ったら、こんな感じ使えるんで、まあ、今回はね、早速機能出したおでん、星4なんですよ、まだ接種はね、あげてないんで、それ使ってあげていきましょうか。おでんどこ行ったんだろう、星3とか2使えるけど、まあまあまあ、で、これあれ3枚配布されたじゃないですか、で、これどうなんだろうな、シーズンの報酬でももらえんかったけど、今後どういう形で配っていくか気になりますけどね、さ、メダルはもちろんハンコック選手ということで、いいよな、この、あれ、チャンスカード、ほんまにね、身長が足りない男性が履くシークレットブーツみたいな感じで背伸びしていけるんで、はははは、こんな感じでいきましょうか。おー、すごい、すごい、すごい。あ、ここで表示されるんやな。見てください。左の方にさ、このあれ、チャンスカード使ってますよ、みたいなの出ますね。いや、このカード、マジでもっと配ってほしいな。バトルパスの報酬とか出してほしいけど、どうなんだろうな。で、60レベルがね、頑張って20増やしてさ、ね、そうです。男性も一緒ですよ、皆さん。160センチの男がね、こう、チャンスカードっていうシークレットブーツを履くことによって180センチになりますから。いや、これはマジでいい。さ、もう100レベルだけステータスも全部マックスですよね。サポートも入れとんで、2万、オッケーオッケーオッケー。おー、いいね。おでんくん使っていきましょうか。最新キャラなんでね。よし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 。じゃ、シーフードトレーツ使おうか。いや、こういうシステムやっときたよな、ほんま。1年間接してやってきたけど、めっちゃ儲かったけんな。もう初心者救済でしょうね。でも、このカードを、あのね、これからどれぐらい配るかないよな、ほなけん。ちょ、危な。じゃ、旗の中入ろうか。ちょ、待って、スキルを全然覚えてないけど、よくわからんけど。これ、どっちが瞬間移動スキルな。え、あ、これ耐えますから、これ、旗の中おったら耐えるんでね。で、しかも、どうやらね、このキャラ、その、相手のチームの旗でもいけるらしい。おお、1耐えた。でも、やけどったけ、やけどったけ、やばい、これ。やけどったけ、危ない危ない、やけどったけ、外出たら死ぬぞ。よしよし、おでんが頑張ってます。ちょ、待って、これおろうか。オッケーオッケー。しかも、どっちがちょっと、あれな、さ、ちょ、やばい、これ、そう、今、俺、やばいの、これ。そう、あ、死ぬ、もうこれ、な、このおでん、ちょ、ごめんなさいね。このおでん、ほんまに、おい、旗内出たら、お前、弱い、旗内で最強で旗の外、お前さ、弱いって、お前、ニートみたいじゃないから、お前、ネット、家の中では最強やけど、家出たら一瞬で死ぬみたいな。ね、皆さんもね、多分ね、共感するとこね、絶対あると思う、このおでんに対しては。やっぱそうね、この旗の中では最強やけど、ちょっと出たら、家の中ちょっと出たら、もう雑魚みたいになるみたいな。はははおい、やめてやめて、ほらほら、最強ですよ、皆さん。ネット越しだったら最強やけんな。あれ、これ、ダメしようか。あぶね。で、当然、白滝が、こっちが、あ、おい、やめろ、待って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 、ねえ当然、白滝が移動スキルっぽいっすね。オッケー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 。あんま使わんようにしたらあかんな。ちょ、待って、やばい、まず、おでん、マジで使ってないけどわかんないけど、まあ、ほらけど、あれ、旗内でとにかく殴りまくったらいけるし、で、どっちのスキル使ったらさ、あの、防御とさ、攻撃増加、直せないやったっけ。まあ、とりあえず1キルしとんで、オッケー、しら、A 旗ヒヨンな、誰だ、誰だ、これ誰、あ、キットローとかいうちょうどいい相手じゃないっすか。な、何しよん、え、な、おい、おい、ちょ、逃げたの逃げるなよ、おい。おい逃げるなよ、お前、これ、ちょ、上行こうか、普通に下降りられたらだるいんで、多分クリア降りてくる、あ、いけるな。おい、おい、しらた戦おうか。まあ、それか攻めてもいいけど、今僕はそんなんなんで、陶芸者やつ、こっちかな、こっちが、おわ、ダメージ強い。そう、ちょ、ちょ、やべ、働いてる、結構移動するな。ちょ、待って、はい、ドゥ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 。おぉ、耐えろ耐えろ、やばいやばい、やっけど、めっちゃ当たんのが出るやん。おぉ、危ない、耐えるよ、耐えるよ、耐えるよ、よしよしよし、あー、よしねー、ちょ、まずい、まずい、まずい、ねえ、あれ、むずいな。あれやな、陶芸、え、トツカ使わん方がいいんかいな、と思った。あ、あ、なんか移動、両方ともスキル、あれやな、めっちゃ進むな、全身。するぞ、すごい、まずいな。おい、チャンスカード1枚無駄になる、ちょっと待って、やばい、ちゃんと使うな、まずいまずい。どうしよう、これ、シガタ入ってやろうか、下行ける、それちょっとやばそうやな。オッケー、入ったろうか。きっとよ、きっとやんな、結局これ打っといて、オッケー、7000入るけん、結構火力高いんか、肌の子、肌の子、オッケーオッケー、カバーしてる、カバーしてる、はいはい、なんで外した、なんで外した、バカ、もうバカ、誰が何してんねん、やばい、これはこれ、はい、おいおい、入った入った入った、もうちょっと、まずい、おい、チャンスか、1枚無駄になった、最悪。さあ、2試合目行きましょう。ちょっとまずいな、ちょっと、オッケーオッケー、さっきよりか、行く分かマシなんで行きましょうか。まあ、おでん、とにかく、あれやな。なんか飛んでくることある、何がしたいんマジで。ほんまに、まあまあ、うざ、おい、やめと、何してんねん。
て、やばい、ちょっと待って、めっちゃ心臓してきとる。これいけいけいけ、シアタトン取っけ、任せろ。拙者よく言う、あ、能力者じゃないんで出力出れますよ。拙者 4D 上手に対して、あれどこ行った、あ、おるな、オッケーオッケー、ほらほら、ちょっと待って、はい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 、高速のこの斬撃をお前拙者の見切れるんか。これこっちのスキルなんだこれ。あ、オッケーオッケー、桃源戸塚が移動スキルね。左が多分瞬間移動やな、あの白滝が。オッケーオッケー、了解です了解です。まあこれ白、いや C で折っていけるかな。オッケー、光とね、ホワイトおでんなんでいけますよ。ホーリーおでんですよ。さあキヨンのあれ D 肌誰がキヨル、オッケー、誰のあれ、あーおでんか、じゃあ後ろ行けか、全然いけるよ。ちょちょちょ、え、なちょっと見に来んの、あーどうしよう、これ D 肌行こうか、もうこれ C 任せるよ。でこっちのチームあれやな、白ひげおらんけばしんどいけど、いけるかな。うわ、超過されとる、上行かれたなー。でもこれ取れるんちゃうか。あー誰も気づいてない。まずねー、あれおでんなんで状態上かからんかった、これ確率か、やばい、旗ないけど、まあでも敵の旗ない、いやそうか、ぶっ飛ばしてあるけんきついな。うわーこれしかも今置かれた、だるいな、あーだるいなこれ普通に。おら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 、こっち死なんけんなお前、これちょっと待って、しこっちやな、こっちが、オッケーオッケーオッケー、うわーこれでいけるんすね。さあ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 、いいっすよ、ファントムインパクターが決まっていくんで、お強おでんおでん強、でもこれ旗ないやけんな。そう、オッケー、家の中なんでおでんくんは最強ですよ。シークレットブーツを履いてるんでこれあれやな、あのマッチ画面でさ、チャンスカード使っていうのもバレるけん、ちょっとあれで恥ずかしいよな、なんか、あ、拙者ちょっと背伸びして頑張ってますみたいな感じるけん。さあジャストガッツ入って、ちょ、出たくないな、出たくないな、ちょ、オッケーオッケー、強はたない、最強やなこれ。ちょっとこれ今邪魔やな、壊したいけど、ちょ、見て見て、ちょ、まずいまずいでござるよ。こうなんよな、まあ、こうなるのはしゃあない。でも頑張った方じゃ、ちょ、味方おい、味方が今回うんこやな、何してんねん、ちょっとまずいよ。でもいいわ、拙者めちゃめちゃ気持ちよくなったわけ。強いや、おでん強いな、フェスゲンの能力だけど、まあ、全然いいっすね。さあブーストも来たんで行きましょうか。やっぱおでんのブーストってあれかな、攻撃ブーストあっとるかな。ちょっとだちょ、邪魔邪魔邪魔、待って、これは白滝打つと、いやー無理か、いやーだるねー、はー広いよ、ちょっと待って、もうボロかすれないから、もうこっちのチームキッチャーがおらんけ、いやーもう負けるーねー、くそげー、え、みんなちょっと待って、これ拙者今気づいた、パス報酬でこれもらえるやん、チャンスカード、うわっこれは激アツやわ。320円で1枚、ほんで後半のパスで3枚なんで合計3枚もらえるんかな。で通常報酬でも1枚、あーめっちゃ配ってくれるやん、通常報酬でも1枚と1枚2枚、うわ、5枚もワンシーズン配ってくれるん、これめっちゃいいな。え、そうなんや、5枚もワンシーズンで配ってくれるんは、もう普通に太っ腹やな、まあ、1000円払う必要あるけど、それでも2枚配ってくれるんで、でかいな、いや、ガチでいいな。いや、ほんまありがたい、全然知らんかった。さあ、3試合目行くぞということで行きましょうか。まあ、あれやな、さ、5枚配れるもんやけど、こうやってさ、味方がさ、あれやな、あんま強くなかったら全然活躍できんけん、そこいらはまあ、まあ消費覚悟で行くしかないような、なかなか厳しいけど、うん、デイリーとかでもまあ追加したらほら配りすぎで配りすぎやけど、まあ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 いっちゃうかな、うん、難しいけどな。であれやな、5周年もそろそろ大詰めやけど、誰が来るんか、もう黒ひげ来てもいいと思うけどな、遅いね全然、2月の後半ぐらいかな。ちょ待ってもらっていいですか、おでんくん拙者のものですござるよ。ちょっと待って、シアサイとかこれ旗ちゃんと入って、おでんくんおるけん、これこうしんどけど、あ、そうかそうか、はたないけん、うわすごいゾンビの殴り合いやこれ、はぁお互いはたんだからしないけん、なあのさおえんて、なんか来た、なんかいけるもん来た。でもおでんくんはちょっと全然大丈夫ですから、吹っ飛ばさん限り死なんすからね。ちょっとお知らさんで、なんで死んだ、なんで、はもう意味がわからんのやけど、なんで死んだんだよ、もうゴミすぎるだろお前、はたんなんかおったやろかボケ、いやもうバグやん、キモ、もうこんなん起こすなよ、あキモいな、ほんまだる、もう300までもいいや、気を取りなし、ブーストシュートだ、やば、やばなんか俺、え、何白ひげこの攻めてきてもやばいだろう、あれな、シーズン終わりの S プラスはもうほんま、あれ負け惜しいんでやばい、いやめっちゃ強い俺、あ、回避したみたいよ、オーケーオーケーオーケー、ゴミクズが死んだけどクズ、ほんまお前うっとうしいね。さあジャストガッチ入って、はいはいはい、やばい、もう落ちた、ちょっともうこれゴミ、ほんま死ね、クソゲーが、うん、取られちゃったでござる。ちょ待って、あ痛い、ちょっと乗ってないよな、これ乗ってないよな、これいけるよな、いけるよな、もうこれキモ
いんやけど、マジでこれイラッとするような、ほんまやられたら死ねえよ。もううざいな。ちょっなんでジャスト会いちゃうんなら、ちょやめて。もうキモイライラするな、ほんま今日は。きっしょいわ。もうなんやねん、ほんま。もう手をつけよ、つけよ。でも、こっちに全部、やばい。ナノサクランカー何をしよんねん、攻めろよ、ボケ、お前、ほんま、ブースト無駄にすんな、もう。しかおらんな、どうしよう、これ。白ハスは、殴れ殴れ。え、なんでまたブースト来るん、え、またブースト来るんでいい。さすが、いっぱい旗抜いとけ、えらい。あ、無視さ。ちょ、死ね、死ね。いやー、もうダールー、やばい、死ぬ。ちょ、待って、つけよ。これは、ちょ、ウルティいいよ、スキルぶっぱすんなよ、お前、マジで、ぶっ殺す。これ俺がやるけん、お前、旗取りにけん。そうそう、えらい、さすがウルティ。分かっといたらやっぱ分かってますね、ちゃんと。もう、だるい、これ。ちょ、もう出るな、もう、これ、あー、フェス厳正のやな、やっぱり。でも、しゃあない、こればっかり。フェス厳正のやば。まあ、しゃあないか。こんなもんですよね、まあ、シークレットブーツの皆さん、壊れちゃいました。ダメです。これで最後なんよな。これで3枚目使い切った。いやー、俺のシークレットブーツが壊れた。さあ、ラストの試合行きましょうか。シークレットブーツはなくともね、もうほんまにそのキャラに見くくられたことで、星4、ゼロブーストスキルもレベル1で、ありのままで行きましょう、皆さん。もうね、ほうですよ。もう背伸びなんかする必要ないんですよ、みんな。ありのまま受けてもらおう。絶対無理や。HP がさっきの半分以下になっとる。でも、肌内入ったら、死なんけん、そこらは余裕なんですよ。はい。じゃあ、ほんま死ぬ。もうスキル一発からなきゃ死ぬ。おーし、オッケー、突っ込め。旗の中痛いね。旗の中入ったら。さあ、入れよ、入れよ。オッケー、危ないよ。おーろお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 ろ。やばい、死ぬ。オッケー、入れ、全然、ほら、死穴抜いてやったぞ、お前、ほんま。これが決死の奪還ですね、皆さん。お、ナイスレイリカバー。オッケー、旗の中乗ったら、最初死ぬからね。いけるよ。てかさ、これ、あれやな、昼のバラティステージとかやったら最強ちゃう、このおでん、ほんま。全然、だって、あんだけのさ、旗の距離感覚やけん。ちょ、おでん怖いな。ちょ、待って、吹っ飛ばす、忘れて、俺の、また。やめて、あ、オッケー、入れてくれてありがとう。よし。ね、星読んでも耐久できるってことで、だるげえな、ほんま。ちょ、旗取られちゃった。どうしよう。あ、待って、危ない。オッケー、いいよ、特性内では、エリアが勝つ。おらー、よしよし。やばい、死ぬ。やばい、瀬戸いいよ。危ない、耐えるよ。さあ、これ、白滝打っといて。やばい、外出ちゃった。左のスキルはあんま打たん方がいいですね。さあ、これジャストガッチャしていくんで。オッケー、ダウン取っといて。よし。おら。やばい、しないけど、引き取る。おい、3分耐久いけるぞ。てか、スコアめっちゃ少ない。これ。死ぬ。あそこの旗やばいな。大丈夫そう。じゃあ、やめて。はい、ジャスト回避。お前らそう、絶対狙ってくる知ってましたから。おい、食らわんぜ、そんなの。おい、やっぱあれやな、うん、やっぱそう、履き慣れてない靴履くより、やっぱ地に足つけて戦う方が大事なんですよ。全然知らん。じゃあ、やめて。おらじゃあ、いけるよ、耐える。よし。強い。お前、これがお前、ほんま死人のパワーやぞ。死ぬ。何回避。オッケー、いいよ、旗の子任せろ、かましてる。危ねえ、かばで引くって、ごめん。強い。あれ、これは普通に回避して、やめてやべえ、マジ頑張ったおでん、よう頑張ったお前。さあ、2分頑張ってくれた。あとはパパに任せとけ、ほんま。でも待って、旗取ってくれな、強みがいかせん。やばい、死ぬ。すみ負ける。どうしよう、これ取ってほしいな。いや、もういってえな、ゾロカス、お前殺すぞ、ほんま、キモいな。あー、マジ、あとラシジャンケンしといて、ブーストも今週きちい。なあ、パパは一人じゃ何もできないね。味方が一人おらな、無理やね。もう、うざいな、ハクバ、お前死ぬけや。ちょ、一人倒したよ。ちょ、また取ろうぜよ。いや、もうあのパパが、こいつが、マジで絶壁すぎる、ほんま。いける、今やったらいける。やめてよ、もう、やめろ。ねえ。こっちのチームにキットローがおらんけん、無理や。まあ、最悪！
はい、ということでね、皆さんね、チャンスカード使ったんですよ。いや、いいな、やっぱり全部100レベル、フルオバブって、まあ、ブースト2で、スキル前にできるのがほんまに熱い。しかもさ、このチャンスカードほんまにね、拙者月に1回配るか配らんかなぐらいかと思っとったんですけど、そんなことなくて、シーズンに1回5枚と、まあ、今回入れたら配布さんで8枚か。まあ、今シーズンだけで言えばね、2日に1回ぐらい使っていったらね、全然その、回せるんで、まあ、よかったね。ほんまに配布の頻度が高くてよかった。まあ、パス買わなあかんもあるけどな、それなしでも2枚は手に入るんで、全然ね、その超フェスが育ってないとか、フェス券使いたいけど全然ダメみたいな人は、お試しで使うんじゃいいんじゃないかなと思います。ってことでね、皆さん、ほんまに最後だけね、セッション一つお願いあるんでね、もうチャンネル登録しろとは言いませんに、ほんま動画も一本でよろしければ見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。